カートリー・ビールカートリー・ビールは、オーストラリア出身のラグビー選手。ポジションは、センター、フライハーフ、フルバック。セント・ジョセフス・カレッジ卒業、カレッジ在学時の2004年から2006年の3年連続、ラグビー・オーストラリア高校代表に、選出、2006年の高校代表では、キャプテン就任。スーパー12の、ワラターズに15歳から、トレーニングセッションに参加。 そして17歳の若さで、ワラビーズのトレーニングキャンプに招集される。2007年、スーパー14の、ワラターズのトライアル、ブランビーズ戦に出場、シニアチームに昇格する。同年、オーストラリア A 代表に選出され、パシフィックネーションズカップに出場する。同年開催のラグビーワールドカップフランス大会の代表、スコットには惜しくも落選。 2007年、ビールの所属するウェスタンシドニーラムズは、オーストラリアラグビーチャンピオンシップに出場。チームは準決勝敗退。ビールは、同大会で、最多トライ、トライアシストを、記録、2007アークプレイヤーオブザトーナメントを受賞。この大会は2007年の1回で終了。2009年、20歳以下代表に選出、同年はラビーズに初選出、ウェールズ戦で代表デビュー。 2010年、フィジー戦の2トライに始まり、年間歴代最多7トライを記録。2011年、レベルズに移籍。2013年、レベルズを退団して、ワラターズに復帰。2016年、イングランド一部プレミアシップのワスプスに加入。2018年、ワラターズに復帰。2020年、トップ14のラシン92に加入。ありがとうございます。